サイクルメンテナンスのイクラです。東京で自転車のチューニングショップみたいなお店をやっております。2009年から動画の配信をやってますけども、それ以前からですね、こういう DVD という形で自転車のですねメンテナンスノウハウのなんでしょうねこう普及なんかもやっております。 この動画ではですね、自転車のもろもろのネタですね。えっと新製品がどうのこうのっていうのはまあ、たまにはやらせていただくんですけども、えー、大体はですねメンテナンスそれからですねあんまりですねよその人がネタにしないようなことをですねやってって皆さんに楽しんでいただこうと思っております。リアルショップは東京のど真ん中ですね都庁のすぐ近くにあります。通常の営業もやってますし、それからですね。 えー、こういう DVD で、えー、ノウハウの販売なんかもやっておりますあのこれねオンラインではですね見れないです見れないっていうかね今後もやる予定はちょっとないんですよんなんでかって言いますと、えー、オンラインなんかでこうやりますと回線速度に依存したりとかですねあとはですね同じところを何度も見返したりなんだかんだとこうやるのにですねオンラインで見るやつはやっぱり見にくいんですよ DVD プレイヤーでやってる方が えー、あっち行ったりこっち行ったりそれから同じところを繰り返したりあとスローにしたりっていうのが圧倒的にやりやすいんで <laughs> DVD での販売をやっておりますのでこちらをご利用いただければと思ってておりますす書籍のの方はですねトラブルシューティングの本を2冊出させいいただいております。 あのトラブルに対する対処の仕方だけを集めた本ですので、これ一つで何でもできるよみたいな本みたいに買ってみたけど使えないっていうのとちょっと違いますね。えー、ぜひともお買いお買い上げいただければと思っております。あの図書館でね借りられたりもしますんで、お近くの図書館で、えー、ちょっと検索していただけるといいかもしれないですね。いくらキュしで検索していただけるとあの出てきますので、去年出させていただいたのがこれが A 出版さんの。 最新のロードバイクを組み立てる本というのを,これを監修させていただきました一冊ほとんど割る私がやらせていただいてますのでよろしければこれもご覧くださいそれとですね古い自転車なんかの直すのもいろいろやってるんですけども、えー、旧式のパーツもストックがそこそこあ,のあります例えばこれなんかはですねエルゴパワーの10速時代のですねそれからですねこれはシマノの えー、クラリスの2400シリーズなんですけどもまだ発足時代のですねこういうのなんかもストックしてあって、えー、古い自転車をあの直したりとかもしくはですねダブルレバーで運用してるのなんかを、えー、STI 化したりとかねそういうのなんかにもこう使ってもらっています、えー、そういう活動をやってるのとともにこう YouTube の方にもですね今後力を入れていこうかなと思っておりますので一つよろしくお願いします はい皆さんお疲れ様です。いくら元気にやってます。<laughs> えっとですねこれからですねチャンネルメンバーシップを、えー、私もやらせていただこうかなとあの思っております、えー。有料にはなりますけれども、うん、今まで以上にこの有益なあの動画をですねこう配信していきたいと思っております。先日。 最新のロードバイクと30年前のロードバイクどう違うよみたいな動画を出させていただいてでそれに対するコメント答えますよっていうふうに、えー、やらせていただいたんですよ。そうしたらねまあ皆さんのご存知の通り30分ものを4本というだから結局2時間だよ2時間。<laughs> アップしたのが2時間だよアップしたのが2時間ってことは収録は4時間ぐらいかけてあるんであれ。で 20時間か30時間かけて2よ。あのすっげえ能力がかかっちゃってんだけどあれねコメントをこうずっと見てたら登録してる人と登録してない人があれなんかマークがついてて分かんのねそうしたらコメントをくれてるのは嬉しいんだけどコメントであれこれ質問してるのに登録してないっていう人も結構いるっていうのを今回初めて知りました。 うん、まあこういうもんなんだな世の中っていうのは。えー、っとねだから今回からね今回からっていうかあの一部有料動画ににさ、えー、させせててていいいたただだだそれれはあのメンバーの方だけが見れるようにさせていただきます、まあ、安いコースと高いコースの2コースでやらせていただくんですけども高いコースの方に入っていただいている方のコメントには極力答えていくっていうのはこういうような体制をしていくといいだろうということで今あの動画制作のためのですね アイデア出しをやってまして明日にでもですね撮影を開始しようと思っております近日中に始まりますのでどうぞお楽しみにはい皆さんお疲れ様です最新のロードバイクと30年前のどう違うよみたいなね動画をこうアップしましたらですね、えー、旧車をこの再生したいと うん何とかなんないかっていう問い合わせをですねいくつかいただきました。パーツが前もお話しした通りどこでったっけコメントに答えるのとこでお話ししましたね。あのパーツがないんですよ。でパーツがなくて、えー、だから例えば私が使っている発足時代のデュラっていうのはまあ当然手に入らないと。えー、でも発足の自転車はあると。それで部分的に壊れてるからどうにかしたい。じゃあどうするのっていうとですね。 だいたい壊れるのはリアメカとあとはねデュアルコントロールレバーのでデュアルコントロールレバーはうちである程度ストックがあります。えー、これは旧式の空ね ST の3500これは急速時代のデュアルコントロールレバーこれ新品がねまだうちはか,かなりあります。あのこれれ生産中止ししたた時にガバッとこう入れまので えー、もう3分の1ぐらいになっちゃったかなそれでもまだまだあの在庫ありますんででこれはオンラインショップでも売ってますそれからこれがね ST、あの2403、ー、旧式のクラリスですねこれは8足です8足であのー、ずいぶん昔のだから30年ぐらい前のシマノの コンポにこれを合わせてもちゃんといけますでダメなのはジュラねデュラだけ特殊なんですよあの時代は。だもんですがジュラは合わないですけど他のあの,あの時代の発足で割と最近まで売ってた発足でもそれからですね現行で売っている安い自転車の発足でもこれが合いますので。 正確にはですね互換表とかで確認していただかないといけないんですけどあのね互換表でも出てないで互換表でも出てないんだけどそこのところの,区,あの区別の仕方はちょっとこれから説明しますんであとはですねこれは7足、うんと STA070 っていうやつで、えー、グレード名だとターニーだ。 ターニーのジュアルコントロールレバーもオンラインショップでもリアルショップでもどっちでも販売してますんでだからご相談いただければだから昔のね7段のツーリング車を持っててダブルレバーなんだけどとかねえそういう方がまだまだいけるでこれも結構ねストックありますこれも3分の1ぐらいまで売っちゃったんだけどうーんまだまだありますんでご相談いただければということでえ1つのジュアルコントロールレバーはこれで。 OK ね、それからあのデュアルコントロールレバーではなくてダブルレバーのままで運用したいという方のためにですねダブルレバーもうちは割とストックしてます。これはね旧時代の,あのデュラーブランドですけど7,000円とかなんかそのくらいですからそんなに高くないですね。でこれは10速10速時代これもまだストックがあります。だからダブルレバーでででの運用でもできる それからえー、っとこれは SLR400 ってやつなんだけどこれはね発足です。で発足はこれ調べたらまだねあのー、売ってますね。これネットでいくらでも買えます。いくらでもって言うとおかしいか売ってますんで買いたい人はどうぞあのネットで購入してください。あののううちちははねうちのオンンラインショップは今 今でも普通に流通しているものっていうのはね、あんまり上げないようにしてます。だって、それはどこだって手に入るんだし。で、うちみたいに少量でやってるところって、送料がどうしても高くついちゃうんですよ。だから、あのよそのネットショッピングで買った方が、えっ、ー、と、牛と値段は同じでも送料が安くつきますんで、そちらをご利用ください。で、えっ、ー、と、これが今はね、あの、普通に検索すると出てきますけど、なくなると。 一気に市だから多分皆さんね在庫してないんだよね在庫してなくて、えー、注文が入ってきてから発注して、えー、まあ中間業者から入ったのをお客さんに渡してみたいなだからそうやって在庫を持たないようにしてるんでしょうけどうちは在庫を持っている。なんでうちが在庫を持ってるかっていうとだってある日ある時スパーンと消えて困その後困った人のためにあるんだよ。<laughs> ね、でうちだってそんなにはいっぱい持てないんで。 うちの在庫もずるずるずっとこう消えてっちゃうんですけどうんでもまあお客さんの選択肢を増やそうっていうことでね、まあ、こういうこともやってます。えっとああとねマウンテンバイクにドロップをつけたいっていう人がいてでこれをつけちゃう人がいるのよこれデュアルコントロールレバーつけちゃう人がいるんだけどマウンテン系とロード系はリアメーカーは 共通な場合が、あの、今ダメなんですけどね。昔は共通の場合が多かったんですけど、いずれにせよね、フロントが合いません。フロン、これで、あの、エフメカを、マウンテンのエフメカを動かそうとしても、動きません。で。なおかつね、フラットバーロードってのがね、今から十数年前に。二シーズンか、三シーズンぐらい流行ったんですよ。ロードバイクに、ドロップじゃなくて、フラットのバーが付いてる。 でそれはねまた特殊でしてリアはいいんだけどフロントは専用のフラットバーロード用のメカとレバーも特殊じゃなかったっけかなってことになっちゃってるんですよ。で、えー、ちなみにこれはね、えー、FD-R440 ってやつでうんとフラットバー専用 <laughs> という厄介なことになってます。だからそこののっていうのはですね ネット上にまだ情報出てますんでそういうのを検索するかで検索してダメだったら、えーまあダメ元でやっちゃって後から修正っていうのでもいいかもしれないですね。あのでダメだったらそれはもうまたオークションに出しちゃったりとか友達で使える人がいたらあ,のあげちゃうとかこういうね発足とかが当たり前だった時代の、えー、ディレイラーっていうのがですね割と近年までこの10年ぐらいまで続いていたのかな。企画が ほぼずっっっとと一一緒緒だったんですよ企画が一緒って言うとおかしいなあのー、段数とかは増えていたんだけど他の部分があんまり変わ,り変わらずに進んでっててで昔のパーツと最新パーツが割とあったりみたいな時代がずっと続いてたんですよ。それがねうんとジュラでいうと9000シリーズからガラッと変わっちゃったのかなこれは昔ながらの形式で、えー、これあの信州ツーリングでぶっ壊したデュレーラーね。 これがねうんとまあこのシフトを軽くするためなんでしょうけれどここのアームのケーブルが付くアームのところの高さがガラッと変わったんですよ。こうやってやってこれが昔の昔のはねあのあアームが短いのでこれアームが長いんだけど、まあ、手こひーを大きくあの大きく取ってケーブルを大きく動かしてレバーの動きを軽くしようっていう設計なのかな。 うんでこれこっちこの2つでまるでどういうことかっていうと例えばこういうデュレーラーなんかがこれはあの105の2世代前かなでこれをですね段数があの9段とか10段とかあるじゃないそこのところを、えー、シフトレバーさえ8だったらシフトレバーさえ9だったら 適当にリアムカーつけるとだいたい動いてたりみたいなそういう時代があったんですよ厳密に言うとダメなんですよメーカーとかはダメっていうだけど実際つけちゃって動かすと動いちゃうっていう時代があったんですよだけども今はねそういう適当にゴニョゴニョみたいなのがダメになっちゃってあの厳密に合わせないとダメっていう互換表を見て厳密に合わせなきゃダメっていう時代になっちゃったんですよねだから昔のは割とあやふやで行けたのであと注意しなきゃいけないのはプーリーですね。 プーリーは8速なら8速9速なら9速10速なら10速っていうふうにプーリーを合わせてやると、えー、うまくいっちゃったりとかします。でそのプーリーっていうのはねシマノのがプーリーがまだあの販売されてますジュラエースのを購入してください労働だったらあの。マウンテンでしたら XTR はどこまで売ってるかなあの、ね、割と9速10速までは売ってたりする。でなかったら うちに言ってくださいうちがねかなりいっぱいストックしててであれもねいつ投げるか分かんないのある日ある時スパッとこう消えちゃうんでうちは警戒してストックしてありますんで、えー、市場から消えたっていう時には、えー、言って頂ければあのオンラインで売るようにし,あのしますのでってな感じなんです。だかかかからこ,こういういね7速とか8速とか9速とかでやってる人たちのは 割とリアメカはね適当なのをくっつけても動いちゃいますね。でそれでうんとこういうのってのは自分のメカが壊れちゃっても中高市場でいくらでも出てるじゃないですか。でぶつけてなければヒットさえしてなければ動かすことができるのがほとんどです。きちんとクリーニングしてやって、えー、まあプーリーがダメだったらプーリーだけ交換してやれば動くのがほとんどですんで。 ではそうするとこ,こういうレバー買ってリアメカがひ、まあ、動いてるんだったらあとは大体動きますね。でチェーンっていうのは普通に売ってますから8足用を買うと678まで使えてそれから9足用も売ってるし10足用も売ってますんでごく普通にね動くでしょ。で F メカが調子おかしいのは大抵がねセッティングが悪いのを だけですね。あの角とかほんのちょっぴりずれてるとかね、高さがほんのちょっぴりあの上すぎるとかね、だからそういうのばっかりですよ。F メーカーは。だから F メーカーは調整です。だからあの調整してください。それで動く。とあとはね、マウンテン系は8速9速ぐらいまではロードとリアだけは混在ができたんですよ。なんなんだ10からダメなんだっけ？ ごめんなさいねちょっとあの最近はマウンテンをねとことんいじんなくなっちゃったんで私もよくわかんなくなってるんですけどこういう風にシャドウになったのはまるでダメですねシャドウになったのは全然他と互換性がなくなっちゃってこれはこれでこ,こいつに合うやつと合わせてやんないとダメっていう風になっちゃいましたフロントもそうですねだからマウンテン割とね最近のマウンテンをどうにかしようとするとどうにもならないあ 一方で安物のマウンテンはね昔ながらの企画なんでどうにかなっちゃったりとかしますね。それからそんなシフトの性能問わないっていうんだったらこういうダブルレバーを使っちゃってフリクションで使うっていう手もまああるっちゃありますよ。あ,あとね昔買ったマウンテンバイクにドロップハンドルつけたいぜっていう相談も結構受けるんですよ。ででこのレバーがうちは今安く売ってますんで うん、これつけて、えー、ドロップハンドルつけてで旅に出るような自転車を作ったらどうかなみたいな相談を受けるんですけど用心しなきゃいけないのはねこうフラッットバーかからドロップに変えたとすするじゃないですかそうするとね、まあ、あのステムがここでクランプしてますわねそれがあの今までフラットバーだったからこの辺使ってた横から見るとこの辺使ってたわけですよ。 それがドロップをそのままポチョンとこうつけちゃうと今度ブラケット握るからほらこんだけこんだけずれるのよ。フラットだったらここでこれでしっくりいって,て走ってたのにドロップハンドルに変えた途端グッと出ちゃうの1 0ンチぐらい前に出ちゃうの手が。だから前と同じぐらいのこの。 前傾で前傾のポジションで乗りたいんだったらステムを10センを 10cm 短くできんのかみたいな話になっちゃうんですよね。果たしてできるんだろうか 10cm も長いやつを主犯車がつけてるってあんまりないですから,だからそうするとドロップをつけた途端前に来すぎちゃってでなおかつ調整しきれないっていうことになったりもします。そここのととろちょょっと注意しましまうでね それがイ,イコールダメなのかっていうとそうでもなかったりするんだ。今までがこう立ちすぎてた人が程よく前傾になってそれでいい具合に走れたりもしますんで、えっ、ー、と元のポジションが絶対かっていうとそうでもない。それから前傾であの前傾ができないんだって言ってる人は実は柔軟性が足んないだけだったりとかするんですよ。 だ柔軟体操とあの普段のねあの運動をちょ,ちょっと加えてやってそれでしばらくすると体が慣れちゃって前傾ポジションが取れるようになったりしますだから答えが1個じゃないなんせ人間がやってますからね人間がやってて人間って変化していっちゃうんで答えは1個であるはずがないちょ,ちょっと試行錯誤してみるっていうつもりでね、えー、やってくださいはいということで旧式の <laughs> あの労働の えー、再生の仕方まああの実際にはパーツが必要なんでパ,パーツをどうするかっていうお話いかがだったでしょうかで具体的なこのインストールとチューニングの仕方はまあわかんないっていう方はねこういうのを見て頂ければで昔のですねトリセツっていうのがあんまりもう情報がネット上にないんですよっていうかこ,この時代こ,この時代っていうかな30年前ってネットなかったじゃないですか。だからこういういねパーツに全部 ついてたんですよ取説がで今はねトリセツが全然ほぼ全然ついてないだからそういう時代になっちゃいましたんでまあこういうコンテンツを使って頂けるとえー、なおいいかなみたいなふうに思っておりますよろしくです。